あぐらをかかないといけないんです。 Cross your legs って言うんですけど、Welcome back to my channel. You're here with me, Haru. 皆さんこんにちは、ハルです、今回の動画ではチャイルドケアでみんなを集合させるときに使う言葉を紹介したいと思います。結構ざわ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 ってフリータイムでみんながもうあちこち走り回っちゃったときにすごい大きな声でストップ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 って言います。あとはEverybody over here, over here, over here. Everybody over here, sitting on the mat. っていう歌も使います。で、こうすることによって一回集合させて沈めてお話をしてもう一回遊びに行ってもいいよっていう風にしたりとか、そのままグループタイムをしたりとかっていう流れになります。で、あとはグループタイムの中で。なんだろう、結構自分の靴を触ったりとかなんかいろいろしてなんか全然効いてないみたいな時は Hands on your head って言います。 Hands on your head, everybody hands on your head。 ちゃんと話を聞く体勢に入るので Hands on your head はよく使いますね。グループタイムの時にこれ面白いのがみんなあぐらをかかないといけないんです。 Cross your legs って言うんですけど、日本だと体育座りとか正座はあんまりしないかな。私結構あの正座のさらにあのなんて言うんですか、あぐらの逆、こうやってあのこうやって座る派だったので、あのそれが楽なんですよ。本当に骨盤に良くないんですけど、それは体に悪いから、これはオーストラリアとか他の国でも共通だと思うんですけど、あぐらをかいて座るっていうのがすっごく大事なんです。なのであのすごく気持ちはわかるんですけど、こうやって座ってる子、足がこうじゃなくてあのこうやってこうやって座ってる子たちの気持ちはすっごいわかるんです。自分も私もそうやって座った方が楽だから。でも Cross your legs って言ってクロスレッグさせます。こうやってあぐらをかかせます。であとはこっちを向いてほしい時は Facing me とか Face meplease っていう風に言います。 face は動詞で他動詞になるので、その後ろにすぐ目的語を置いて face me。 よく face me じゃなくて face to me って言っちゃうあの代理言語の、 あのヨーロッパから来てる人とかいるんですけど、 face to me ではなくて face me か face the teacher face the table っていう風に言います。でグループタイムの内容は年代によって異なってくるので、またちょっと別でまとめてお話をしたいなと思うんですけど、あのアテンションを向けたりとか、あのグループタイムで注意してほしいことっていうのは、このぐらいかなと思うので、はい、以上になります。 Thank you for watching until the end. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Bye.